こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。中国国内の負債解消等でアンティークコインがマーケットやオークションで吐き出されるようなことはあるか。2つ目、当然マーケットへの吐き出しはあり得る。2つ目、欧米ではどう見ても金余り。3つ目、アンティークコイン市場のコインは本当に少ないのが今現在。4つ目、良いコインはどんどん吐き出してほしい。ということで4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今中国の国内で特に不動産系ですね、もうバブルが完全に弾けてしまって、まあ、不動産会社がもう倒産寸前になっていたり、まあ、負債を返せないと、借金を返せないようなことがどんどん起きています。まあ、これは当然アメリカと中国の戦争状態ですね。ドンパチはやらないですけど、経済戦争が起きており、まあ、そこで今中国のバブルが完全に潰されているというような状況です。で、一つ目ですね、当然マーケットの吐き出しはあり得るということで、もう中国の不動産バブルがもう本当に手がつけられないのかなという感じです。で、まあ、あとは政府保証でどこまで救えるかというレベルに達していると。まあ、これ不動産屋を救うのか銀行を救うのかどこを救うのかということだと思うんですが、おそらくもう数百兆数千兆円レベルになっており、まあ、どう見ても支えきれないかなというようなのが今の状況です。でも海外からお金が入らないんですね。中国も敵対国に認定されてしまっているので、欧米 NATO 連合にとっては敵対国に認定されているので、誰も中国のものを買いに行かないと。まあ、不動産は外国人はちょっと買えるかどうかまで調べてないんですが、とにかく、まあ、買いに行けないので支えようもないというのが今の状況です。で、当然中国のこの不動産バブルが弾ければ中国国民に影響が出てくるというのは当然考えられると。ですのでアンティコインが市場に売り出されてくるということは十分に考えられます。で、今これ2023年の9月に頭にですね、これ今撮影してるんですが、今のところ現段階では量的ですね、たくさんのコインが出てるとか、もしくは中国のコインが売り出しがかかってるとかっていう事実は全くないという状況です。で、2つ目、欧米ではどう見ても金余りということで、欧米の富裕層はまあ本当にお金に全く困ってないのかなという感じです。で、中国にも当然そのレベルの富裕層はたくさんいると思うので、このアンティークコインのこのマーケットですね、市場、普通にディーラーが売ってるとかオークションも含めて、そのような狭い市場に富裕層ですね、さっき言った欧米とか中国の富裕層が一人でも入ってきてしまえば買い支えることができる狭い市場かなという感じです。まあ、今ヘリテージのような大きいオークションでも1回のオークションで10億円とかしかお金動かないんですね。なので1000億1兆円単位でお金を持っているような富裕層が一人でも入ってくれば、ほとんどの市場のコインを吸い上げることができるというのが現状です。3つ目、アンティークコイン市場のコインは本当に少ないのが今現在ということで、まあ、このアンティークコインのオークション側ですね、オークション側っていうのは常にコインの出品者を探している状況です。まあ、私のところにも DM よく来ます。出すもんないかっていうことですね。メールも来ますし、これはもう実際のところコロナが始まる前もコロナ中もコロナが終わった後もですね、本当にコインの市場にはコインが出てないと、少ないというのがずっと続いている状況です。ですから、まあ、私がよく言うヨーロッパのコインで AU50 以上の金貨、3.5g、3g 以上のものとかっていうのは本当になかなか出てこないので、私のその切り取ってるところだと取り合いがものすごく生じてます。で、まあ、それ以外に裸のコインとか銀貨とかですね、もっとマイナーな国のコインとかもっとさらにあるので、そこまで含めると全然オークションにはコインが足りない状況になっているという感じです。まあ、私が探しているのはもう全然ないという状況、その他のものもちらっとは出てますけど、それほど大きな売り出しはないです。4つ目、良いコインはどんどん吐き出してほしいということで、もうよって数十億円分だろうが数百億円分だろうが、もっとですね、1000億レベルで出してくれても全く困らないという感じです。で、これ何が起きるかっていうと、オーナーチェンジが起きるだけなんで、売った人、買った人で持ってる人が変わってるだけと、1000億ぐらいの金は全然コイン市場でも軽くさばききれると思っているので、全く問題ないかなという感じです。なので、むしろどんどん売り出してほしいと思ってるのが
多分私とかじゃなく、このコインに関わるコレクターの人もディーラーの人もオークション会社も全ての人が出してほしいと思ってるので、全然出していただいて OK という感じです。でそろそろまとめですね。なので中国が不動産バブルがもう非常に問題になっていると。で米中戦争とか台湾とかブリックスとかさまざまなところに中国はもう当事者として関わっており、もう実体経済がこれからガタガタになっていく可能性があります。まあ日本も面と向かってあんたのところの水産物は買わないみたいなこと言われてるんで、もうこっちももう中国の商品買うのやめるかみたいなことにやはりなっていくと思うので、さらに同米 NATO とこう決裂しているのが今の中国の状況かなというふうに思います。でまあ、コインオークション今これ9月なんで9月10月ってまたある程度オークションがあるんですが、かなりリサーチしたんですがもう全く出ていないと言ってもいいぐらいコインが少ないです。なので今のところですね、今のところ9月10月とかのオークションに関わるもので大量の吐き出しとかは出ていないというのが現状です。まあこれから出てくる可能性はあるのと、どんな内容が出てくるかにももちろん寄ってくると思うんですが、私が欲しいコインをその中国の富裕層の人とかが持ってるともあまり思えないので、どちらかというと中国の国内コインを買ってる人が多いのかなという印象です。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただくのが一番ありがたいので、コメント欄にご質問とかご感想いただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていうことから、まあ、経済の話、支配者論から陰謀論、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間、Zoom でオンラインで個別相談っていうのをやっています。Zoom わからない人はお電話で、日時合わない人は日時調整もしてますので、LINE にご登録の上申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。